ちょっと15分しかないですけど、お付き合いください。あられちゃんだよね。そう、あられちゃん。こんにちは。今日は雨です。夜、名古屋は雨ですね。多分今降ってんのかな、わかんないですけど。夏ですね。土曜日の台本もらいましたが、もらってないです、まだ。何するか分からん。はい、何するか分からないです、マジで。大丈夫かな。ユニット対抗戦がちょっともう楽しみです。ユニット対抗戦が、まあ、ハタコンがいるので心強いですね。ハタコンがいるので。カニライク、わかんないよ。オジリンさんが来たらわかんないからね。カニライクになる可能性が。そう、ちょっと土曜日は寝られないと思うので、はい。てか今何分ですか、あの時計合ってんのか。今44分、今44分、時計合ってんのか分かんないよ。あ、合ってるわ。あれ合ってる、合ってました。私タイムリミット15時なので、はい、間に合うかしら。ありがとうございます。最近事務所にいつもなかった部屋に時計があるのでありがたい。15時までに終われればセーフです。そんなんでありがたい、ありがたいよ。時計あるのはありがたいよ。鳥の鳴き声する時計はレッスン場にある。レッスン場の中、チュリさんがチュリさんが置いてってくれた時計です。残してくれた時計です。ピヨピヨ鳴るやつはレッスン場の中です。だから未だにレッスンしてたらピヨピヨ鳴きます。
ってるよ、ちゃんと。時計は大事ですからね。そうです、大先輩の魂がレッスン場にあります。いや、一時期泣かないようにしてたけど、多分ね、泣いてると思う、今は。そうだからね、あんまりね、あれだ、音がでかかったんや、最初。もうでかすぎて、もうレッスン場全体に響き渡ってた。そう、けど音をちっちゃくした。太田さんは何を残していくんですか。え、何残していこう、何残していこうかな。こんにちは。ヨッシー時計で何ヨッシー時計って何ですか。爪痕、本当の爪痕残していこうかな、壁にキーって書いてガチの爪痕、ガチの本当の爪痕を壁に残して、はい、壁に残そうかなって思います。ホラーって言われちゃった。ホラーじゃないよ。アフタヌーンの配信お疲れ様です、ありがとう。アフタヌーンですね。怖い、リング並みの恨みって怖いね。リアルな爪痕を残したらマジ恐怖やな。確かに怖い。花粉症です、私。花粉症です、花粉症なのです。こんにちは。もう病院の薬が消えてしまいました。なのでもう鼻シュッシュで生きてる私。今一人だよ。鼻シュッシュ、鼻シュッシュわからない？点鼻薬です、点鼻薬。28時間配信はない。ちょっとあれだね、怖いのはミッドナイトだね。ね、何するんだろうって感じ。
あね、雨だよね、日曜日。日曜日雨だった気がします。残念、雨降ってほしくない。ミッドナイトはカニライク揃ってるね。まあみかん絡みだからですかね、みかん全 TV の。カニライクの正式デビュー発表多分ないですね。多分とかじゃなくてないと思いますね。ね、まあ、まずきのこさんがカニライク大好きだから、まあ、そこはね本当にもう。誰かいるの？やめて、いません。誰もいないよ。間に合った、よかったです。なんか聞こえる？聞こえないよ。壁の裏に足はしびれないね、今日は椅子に座ってるので、はい、しびれません。レッスンは終わりましたか？レッスンはまだです。カーテンから見てる。人間なんで、あれ人なんで安心してくださいね、本当に。はい、皆さんね、こんにちは。ね、非公式も朝からだし、 K2 の企画も朝から。私は一体起きてられるのでしょうか。ちゃんと、はい、逆上がりの練習は順調。怖いな、もうやらんよあれは。もうやりません。はい。でもやらないね。放送楽しみにしててね、みんな。はい。ネタバレになっちゃうから言いたいけど。次は28日かな。28日だと思います。お、出ました、766です。ありがとう、ありがとうございます。ま、楽しみですね、今週末は。ということで、皆さんちょっと短かったですけど、ちょっと私は行かなきゃいけないので、それでは皆さんバイバーイ。ありがとう。バイバーイ。